はい、こんばんは。こんばんは。3月からうちの卓球場で、コーチとしてレッスンしていく吉野目くんのいろいろ技術を紹介していきたいと思います。彼は粒高がすごく上手なんで、粒高主戦の人にはもうすごいためになる情報が多いのかなと思うので、これからたくさんの技術を紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。彼は、3月からは、土曜日と日曜日はここのピンポンプラの多摩で、10時から、友の会を担当します。土曜日の10時からと日曜日の10時からです。で、 HPC 西難波卓球センターの方では木曜日の夜の教室を担当します。木曜日の7時からね、はい、担当していきます。じゃあちょっとだけ自己紹介を。粒高、シェイクの粒高でやっています吉留です。よろしくお願いします。はい、それでは、ナックルやっていきたいと思います。ナックルのショートサービスですね。ナックルがね、一番粒高に効きそうな気がしますけど、まあどんなもんかやってみましょう。これはコツは、これはやっぱり下回転横回転と違ってナックルはやっぱ強く当てるとオーバーしてしまうんで、自分から強くプッシュは難しいんで、いつものプッシュよりもできる限り力を抑えて深く狙うイメージです。これはやっぱあんまりスピードばっかり意識するとオーバーミスが増えてしまうので、できる限り最初は深く狙うんですけど、やっぱその力は入れすぎずに狙うことがコツだと思います。ちょっとこう打点落としてもいいよね。そうですね、打点はまあ早くてもいいし、打点落としてもそこはもう人によってちゃうんで、全然いろいろやってるんで、なんかちょっとこう乗せてふわーってやるようなんでも、はい、同じモーションで2パターンできた方がやっぱりやりやすいです。こう押すときにその短く止めるのと押すのができると、やっぱこの当たる瞬間だけでその短い長いが変えれるので、相手からしたらギリギリまで分からない。長いか短いかを分からせないように同じモーションでやると、同じモーションでやるのがコツです。はい、じゃあぜひこんな感じでやってみてください。ありがとうございました。